どうも皆さん、カブレス、やっと来たー新武器ーてな感じで来ましたね。今シーズンの新武器 MG42 ということで、新 LMG ですね。これ、いつ武器の新武器？あ、ブレンかーてか、まあ、ブレン自体ちょっと薄かったからな。まあ、今シーズンなんとかちょっと抱えてほしいですよね。で、一応ね、性能がね、これ、俺過去作とかやってないからわかんないんですけど、発射レートバチクソ高いんですよ。みたいな。これさ、実際に TTK なんぼよ。あーでもなんかそんな速くないんか。意外とって感じ。なんか 0.1 とかいくかと思ったら 0.2 にとどまってるのね。まあだからちょっとぶっ壊れ LMG って感じでもなさそうやな、見る感じ。しかもこの ADS 時の移動速度もバチバチ遅いんで、何が強いのかがわからん。まあ、多分アタッチメントなんやろうな。一応、マズルには反動ブースターっていう発射レートを上げるやつがあります。いくつ上がるのかは書いてない。で、一応、バレルにもあんのか、発射レート上げるやつ。で、なんか、サイトはね、モデル47っていうちょっと面白そうなね、ほら、サイトがある。でもなんか、これもちょっと強くないな、あんまり。普通のレッドロットサイトの方が見やすいと思う。そして、ストックは面白そうなやつがないと。まあ、グリップも普通って感じ。なんか面白そうのはなさそう。で、マガジンは結構遠距離型特化とか、近距離型特化になるって感じのアタッチメントが多いんじゃないかな。で、このね、MG っていう武器に関しては、おそらく発射レートをバチバチ上げて、発射レート上げたらどうなるよ。あ？これ変わってるか？いや、TTK も変わってない。発射レート変わってる？これ発射レートマックスまで上げても、そこまで TTK 変わんないっすね。いまいちこいつ何に特化してるのかがわからん。一応ね、ミシック迷彩もリーク情報であったんで、まあミシック迷彩はね、ちょっと面白そうだなっていうのがあるんですけど、この武器自体ちょっと面白そうなアタッチメントとか面白そうな性能があるってわけでもないんかな。弾薬つけてみても、ちょっと ADS 早いのだけど、まあちょっとホルダーみたいな立ち回りもできますよって感じか。でもおそらく今回の MG42 に関しては、多分 LMG の中で最もアタッチメントが充実してる、武器なんじゃないかなと思ってます。まあ他に面白いのはハデスとかチョッパーのこの腰打ちアタッチメントやから、まあそれ以外で考えると多分今回の MG42 ってやつが色々アタッチメントいじるって感じだと思う。でね、今シーズンは新アタッチメントとか新武器が2つないんですけど、スコアストリークが2つ追加されるみたいです。これどっちも今シーズン中に追加されるのかな。まずは緊急エアドロップ、そして RCXD ってやつ。この RCXD ってやつは自分で操作できる爆弾みたいなやつですね。この敵に突っ込んで、まあ、B 旗とかにこう突っ込ませてバコーンみたいな感じにできるって感じの、まあ、ショック RC みたいな、そういう見た目のやつで、緊急エアドロップは見た目の通りケアパッケージが3つ降ってきます。これ結構ぶっ壊れなんじゃない？すいません皆さん、残念ながら事前に使うことはできませんでした。だがたかし、皆さんケアパッケージっていうねものがあるんですけど、ワンチャンこいつから出るかもしれない。チャレンジ1年生、まあこうご期待ということで。で、新設定の紹介なんですけど、これ3つあるんですよね。ファストクリンブみたいな、クリンブみたいな、ファスト自動オフみたいな感じのがあって、そしてあとはアニメーションブレード、そして AMFOV カーブってやつでね、もう一つチームメイトハブセって、これほんまにめっちゃありがたいですよ。あのね、試合中とかこの味方の頭の上に輪っかみたいな、いやもうしんどるじゃないかい。違うんですよ、このね、プレイヤー名とかあとは体力の数とかっていうのが表示されてたじゃないですか。これなんと、ほら見てこれ、超ありがたい、すごいよ、モバイルここまで来たかってな感じに、味方の体力とかね、いやもうそんなどうでもやみたいな、勝手に死ぬくみたいな時は、これをゼロにして、まあ消せることもできるし、あとこれを一番ちっちゃくして完全に見えないようにもできますし、あと、オフにできますと。しかも、この HD 表示モードってやつも、マークみたいな感じに、もう味方の名前とかどうでもいいよっていう時は、こういう点にすることもできると。さすがに消すことはできんかったかな。ハードコアモードみたいな感じに。さーらーにー、これ見てくださいこれ。スタンドオフっすよ。新しくなってる。あ、しかもさ、なんか、前よりちょっと、外こだわってない？そんなことない？こんななんかもうちょっとさ、外の作り込み、がばかったよな。うわー、なんかめっちゃ超リアルやねんけど。ちょっと待って、今設定ね、グラフィックを、こうにしてるんですけど、これなんかこういうとこ、あ、登らへんくなってるわ。ちょっと待って。あ、なんかちょっと、これさ、強ポジとかなくなってたり、新しく追加されたりすんのかな？ほら。え、すごくないこれ。え、しかも、ここのさ、ポジもちょっと若干変わってるよね。これ上乗れる？あ、乗れるんか、さすがに。でもここはちょっと弱くなってんね。多分、この重要度っていうか、あんまり別にね、取らなくても、まあ、取っても取らなくても強いみたいな関係なくなったような気はする。しかもこれ銅像登らないし、だよね。重機クソ弱いぞ、これ。だよね。で、クソほどリアルになってるが、
これ、ようモバイルでここまで作り込めたらすごいな、ほんまに。すごいね、お前たち。本当にお前さんたちはね、強い侍になった。これは原辰徳も絶賛ですよ。で、あ、ちょっとここも変わってる。これ登れんの？あ、一応登れるんですよね。で、ここか、うわぁ！ポジも変わってる、これ。新ポジ移動します。で、こっから、あー、なるほどね。しかもちょっと若干ここも広くなってるような工場。いい、すげえ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 、なにこれ？あー、こっちはさすがに無理なんか。これ絶対新しい。これさ、もしかしてこんな中入ったりする？さすがに無理か。さすがに無理っすよね。このドア開いたりしないか。まあ、なんかこういうのいいわ。てかね、他のマップ、レイドとかもちょっとこういうさ、作画って言うんですか？作画。お前ワンピースやるぞ。こういう作画を変えてほしいよね。だよね。で、肉屋の中もこんな感じになっていますぞ。めっちゃうまそう。全然うまそうじゃないけど。いや、この裏路地もほら、見て。裏路地行くよ。ええやん。これ外にあんの？何あれ？なんすかあれ？なんか遊具とかありますぞ。すごいすごいすごい。なんか作り込み変わってるし。これ確かさ、ファイアリングレンジもそういうアップデートありましたよね。なんか BO2、BO3 仕様に変わるみたいな。ちょっとあんまり画素差は変わってないな。ほら、裏路地もなんかちょっと若干広くなってるよね。わかる俺の言いたいこと。車が通れるぐらいのスペースになってるわ。軽自動車が通れるぐらいの。でね、設定の説明してないですけど、あんまりね、説明とかがないんで、乏しいんでね、わかんないんですよね。ちょっとこれコメント欄で教えてください。こういう変化がありましたとかね。で、アニメーションブレードとかは、武器の切り替えやダッシュなどを含むアニメーションなどをブレンドする。このブレンドって意味がわかんないし、で、AMFOV カーブ。これね、SR？ ほら、わかるこれ。ちょっとね、昔の BO 系かな。あのね、BOCW みたいな ADS の仕方になってるんですよ。で、これ ADS が速くなったとかではなくて、ADS の仕方が変わったってやつですね。わかるかなこれ、ほら。こんな。これ今までこんな動きできなかったじゃないですか。ピクピク。これね、あのなんか、イキリスナイパーみたいな、あの、中堅スナイパーがようやるような動き。これが、ちょっとなんか激しくなったっていうか、できるようになったっていう。で、武器の切り替えもそこまで変わってるってわけではなそう。なんか、タクティカルダッシュとか。いや、わかんねえな、これ。何が変わったのかは全くわからん。そして、新設定のチームメイト FOV 設定なんですけど、実際見ていきましょうか。なんかちょっとこの点さ、青い点もうちょっとちっちゃくできない？だよね。なんかまあ一応見やすくはなってるけど、青い点自体の大きさをいじれないってわけか。じゃあこれ IT でいいかもしれんな。いや、この設定が一番いいかもしれん。体力モードに関しては、正直言って体力バーなんて味方の体力とかどうでもいいんで。まあこれが一番かな。あ、これさ、もしかしてさ、これじゃない？マーカー目標とかじゃない？一旦これ全部50にしてみる。50にしたら、いや、薄くはなってないな。多分違うな、これ。だからまあ一番これがマックスの視認性上げた設定って感じですね。ちょっとこれさ、もうちょっとこの味方の体力のハブ FOV ちっちゃくできるようにしようし。SR の仕様なんか、超やりにくい。ちょ、待って、全然当たらんねんけど。元から下手くそっていうのもあるけど、めっちゃむずくなってる SR。 いや、めっちゃむずくなってるっていうか、多分これあの覗き方が変わったから、ちょっといつもの感覚と違う。これいやー、でもちょっと待って、これ楽しいかも。これさ、 SR だけじゃなくてさ、あ、一応 ASM10 とか普通の武器もちょっと変わってるわ。ちょっと普通の武器も覗き方変わってます、これ。いや、これ多分変えた方がいいな。いや、一応これあの設定で、前の ADS の仕方にもできるんで、これはお好みって感じやね。だからまあ別に今回のその ADS、仕様変わったやつにしてもしなくてもいいっていう感じですね。まあ多分これゼウスさんとか、なんかこのクリップ目当てのやつ、クリッパーたちは多分おそらく変えるやろうね。倍のためにね。でね、気になる武器調整内容なんですけど、まずは魔王っすね。ダメージ範囲が減少。なんで、まあ一応画数は多分変わってないですね。3スキルのままなんですけど、この下に当てた時の範囲が、今までここら辺で、ダメージが当たるようになってたんですけど、それが当たらなくなったと。まあ、これはありがたいっていうか、直接的なね、まあ、これはでもありがたいっていうかね、直接的な弱体化にはなってないと思うね。結局、この胴体の位置に、これがね、強力なんで、これをなくさない限りは、まだ使うやつがいるんじゃないかな。あとは、そろそろ MSMC が強化されまくって、派遣クラスになったって感じなんじゃないか。なんか TTK 置かれて、ぶっ壊れてないこれ。ダメージも上がってる？あ、ダメージも一応上がってるんですけど、なんか、TTK こんな高かったっけ？いや、これ待って。これさ、フェネックと並んでない？そんなことない？フェネック超えはさすがにないんですけど、フェネックと同じぐらいの強さになってるぞ。うん。なんか TTK、
この、球速が体感ねえ。バチクソ速くなってるし。え、中距離こんな抜けたっけ？え、こんなやったっけ中距離。なんかおかしいぞ、今ね、MS するし。なんか魔改造されてる。まあ一応ね、今シーズンの武器調整内容、多分 AR が結構変わってくるんじゃないかなと思ってます。グラウ 5.56 が弱体化されたり、あとタイプ1級がね、謎に強化されたりで、ちょっと AR はまた環境ちらほら変わってくるんじゃないかな。そして相変わらず弱体化されない HV 系の大口径ダイナクト。もうこいつは放置って感じなんかな、今後も。てな感じで今回は事前大型アップデートだったんですけど、どうだったでしょうか。個人的にはもっと欲しい、もっといいゲーム、厳しいって。ああ、満足しないよ。あのね、新武器もう3つとかでいい。新武器4つとか、新武器4つプラス、新アタッチメント2つみたいな、もうそれぐらい俺はね、どんどん来てほしいですね。で、一応ね、今シーズンワールドチャンピオンシップっていうね、始まりましたね、世界大会。まあ、今シーズンからまた世界大会のシーズンなんで、皆さん頑張りましょうと。あと2日、シーズンリセットのタイミングで来ますよと、頑張りましょう。これからもですね、こういった動画バンバン上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。